から生まれたももです。今日はなんと大好評のグレイルのルックブックを撮っていきます。今回の購入金額18点で47,382円。なんかまあ大体秋っぽい感じの、まあ、ちょっと寒いかなぐらいの洋服を注文したんですけど、それで18点も頼んで47,000円はやばいですね。ありがとうございます。今回もってことで、私髪の毛をブルーにしました。一番の推しの宮脇さくらさんの青っぽい、グレーっぽい、なんか、ま、青っぽいのが可愛すぎて真似しました。青は初めてです。どうでしょうか。なんかベージュ系とかさ、ブラウン系のお洋服があんまり似合わないかなと思ったんですけど、ちょっとねやっていきたいと思います。それではどうぞ。それでは1コーデ目、じゃん。グレー似合いますね、この髪色なんで。こちらバックオープンリボンルーズニットトップス、チャコールフリーサイズ、1899円。これね、バックリボンで後ろが結構ねちらっと背中が見える感じになっていて、全体的になんかもうゆったりとした感じのお洋服ですね。もうこういうなんかね、最近グレー好きなんだよね、うち。でスリットが結構開いてて、なんか前後でね長さが違うのでスタイル漏れますね。お尻が私コンプレックスなんですけど、お尻も隠せます。はい、そしてこちらのパンツ、ハイウエストタックショートパンツ S サイズで1499円です、ね、こういうパンツはねやっぱね何個でも持ってて正解のパンツ系ですね。なんか最近さ、こういうピタピタのパンツ流行ってんのかな。あ、でもなんかシーンの時の着回ししてたパンツよりちょっと隙間余裕があるので細見えしますね。感じで後ろ姿が多分可愛いんだよね、これ。じゃん、可愛い。はい、そしてブーツがレザートラックソールロングブーツ、ブラックで私 24.5 ですね、3299円。グレイルのさ、ロングブーツとかなんかいろんなブーツ何個もあって種類結構迷っちゃうよね。じゃーん、1個で目。ゆったりとしたさ、シルエットがいいよね、このこういうコーデ大好き。自転車でこけまくって、ちょ、マジでこれ頭から転んだの。運動神経が悪すぎて、本当に。で、なんか、怪我してて、で足もね、なんかほんとルックブックとか撮れないぐらいあざだらけだったの、ね、もうバーって。もう横とかもひどかったの。あざだらけの女って、やりまんに見えるんですよね。もうなんかそれで結構、なんか嫌だなと思って行ってなかったです。スクエアネックスリットリブニットロングワンピース S サイズ2099円。シンプルななんかリブニットワンピース、こういうのさ、なんか秋冬1枚持ってるだけですごいなんかね大活躍してくれるっていうか、さらっと1枚でやっぱ着れる系は安定に人気だし、みんなもすごい着やすいかなって。私もね好きだし、わかる、港区の休日女やってもいいし。それで靴が厚底サイドゴアレザーブーツ 24.5 3399円。結構硬い、これすごい厚底じゃないですか。あ、後ろにねファスナーがついてますね。かわいい、大人女子。やっぱグレイルのニット皆さんね着たことあると思うんですけど、リブニットがすごい柔らかくて、その伸び縮みがしてくれるのでめちゃくちゃ着心地がいいよね。はい、そして女の子、もうザ女の子なコーディネートをします。オフショルニットトップスのピンク S サイズ1799円と、千鳥柄ハイウエストショートパンツ S サイズ1399円。千鳥のさ、こういうパンツスカートとか、シリちゃんの方ではね千鳥のスカートをこれ出してるんですけど、超人気ですね。やっぱ秋冬の千鳥のボトムスは可愛い。これはピンクで泡玉系でいこうと思います。ニットがね着心地がいいわ、グレイル。オフショルのニットトップスも何個かあったので皆さん見てみてください。はい、そしてお靴はちょっと私が結構おすすめな
ブーツだったんですけど、さっきとはね、まあ、似てるんですけど違いますね。トラックソールレザーロングブーツの3999円、ちょっと高いぐらい。かわいい、じゃーん。ちょっとなんか髪の毛のグレーであんまり似合ってないかもしれないんですけど、かわいくない、まあね、千鳥のショーパンとかはあの黒いトップスとかでも白でもアイボリーとかでも何でも合わせやすいので、今回は甘々ピンクにしてみました。そしてちょっとアウターも気になってたので買ってみました。このアウターね、ベルト付きケープコートアイボリーフリーサイズ3999円。あ、はい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 、あ、すごい、なるほどね、すごいね、ウエストが細く見えます、かわいい。そう、やっぱ動くたびにこう映える感じ、写真とか撮るときにもなんかちょっともうこういう感じで撮っちゃったりしたらかわいい。やっぱさ、ガーリーなお洋服が好きな人は結構グレイルいいよね。なんかスクエアネックフレアスリーブフェザーニットトップス M サイズ1599円、ツイードビジューボタンショートパンツ S サイズ1799円。なんかシャギーっぽい生地のトップスと、こちら可愛くない？見て、この前のビジューがポイントなんですけど、でこの全体的なツイードの生地も結構光でキラキラして可愛い。すごい、このトップスなんかパンツでさらっと韓国のバクビジョンみたいな感じに合わせても可愛いですね。で結構なんかあの丈感がミニな感じがしますね。で、ブーツはスクエアトゥーフレアヒールレザーロングブーツ3699円。もうね、やっぱロングブーツね、黒だけじゃなくていろいろやっぱあるあるだと、まあ、ブラウンとかこういうアイボリーとかあると思うんですけど、一気に華やかになっておすすめ。女の子コーデですね、完全に。なんかちょっと思ったよりなんかブーツの色とあのツイードが白じゃなかったっていうこと、なんかブーツ黒の方が可愛いかもしれないんですけど、ちょっと購入品なのでこんな感じです。はい、そしてパーカーとワンピースセット、裏毛スウェットセットアップ M サイズ2999円。わー、これ絶対空港コーデ系だよね。わ、楽ちん、やばい。これにパーカーがついてますね。ね、超楽ちん。こうやってちょっと肩出してもかわいい。今日はなんか結構ね、動くたびにこのフレア、待って、これめっちゃおすすめ。これは、ちょっと今回の購入品で割と一番ぐらいおすすめかもしれない。まだ着てないのあるんですけど。そしてお靴は、このモコモコサンダルですね。流行ってるよね、これ。チリちゃんでも、ムートンはもう当日完売してました。あったかい！良い。わ、これとか履きやす。めちゃくちゃいいです、これ。このワンピおすすめ。なんかウエストもそこまで細くなってないので、で結構ゆとりがあって。着やすい、楽ちんなの大好き、かわいい。はい、続いてラスト、インパン付きミリタリーミニスカート S サイズ2099円と、ハイネックリブニットトップスチャコール S サイズ1099円。このスカートは多分なんか違う色をなんかね、あの前回とか前々回とかやってる気がする。これはロングブーツで合わせます。これも安定ですね、かわいい。何枚あってもいいね、このリブニットトップスは。そしてアウターがこちら、これ欲しかったやつですね。ボアカラーレザージャケットブラックフリーサイズ4399円。これかわいい。なんかこういうなんかシンプルなちょいきれいめにもカジュアルにも合わせやすい感じのアウター、こういうの結構みんな今年も着てる、毎年人気ですね、こういうアウターは。今日ね、ちゃんと分厚くてね、あったかい。
ボリューム感もあって可愛いですね。こんな感じです。こう一気にさ、こうなんか上半身のボリュームが出て、下半身が細く見えるっていう罠。ここで、ベルトで首も隠せます。可愛い。個人的には結構開けてた方が、このアイボリーの色のなんか存在感が結構、なんか体型カバーにつながってる気がする。この色合いが。かわいいこれ。はい、そしてもう一個。ボアーライナー付きジャケットブラック M サイズ3,999円。これめちゃくちゃカジュアルじゃないこれ。でもなんか中のボアも結構あったかそうだし、なんか今の季節ちょっと寒い時となんか若干あったかい時あるから、冬物とかはまた別でグレイルでまたやりたいと思うので、皆さん。楽しみにしててください。私カジュアルなアウター傘全然なくて、結構多分欲しかったんですよね。素で中のね白がまたちょっと存在感を出してくれる感じで、これカジュアルになりますね。一気に雰囲気がかわいい。しかも結構あったかいです。はい、ということでこちらが私の秋のグレイル購入品でした。皆さんどうだったんでしょうか。私のおすすめはこういうなんか使いやすいリブニットトップスは、まあ、いつ毎回ねグレイルとかすごいおすすめなんですけど、2個目のアウターとあとやっぱ空港コーデに使えそうなあのセットアップが私の中で結構ベストな感じで、あの結構おすすめです。皆さんぜひ見てみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。